あなたは。ん？こんなところに客とは珍しい。私はアクアと言います。あなたこそこんな闇の世界で何を、どうやってこっちの世界に。さあ、最初にここに来た時も、そして二度目の今も、どうやってここに来たのか、自分が何者なのかさえはっきりとは覚えていない。そうですか。私はこの世界に落ちて以来、元の世界に戻れずに長い時間さまよっているんです。元の世界に戻りたいのかね。友との約束を果たすために。友、私は自分の記憶をほとんど失ったが、君によく似た少年のことは覚えている。今の君のように友や仲間、世界の人々のために必死で光を守ろうとしている。光を守る？教えてください。世界は今どうなっているのですか？世界は何度か闇に飲み込まれそうになった。しかしその度にキーブレードを持つその少年に救われている。まさかテラかベンという名では。そんな名ではなかったな。そうですか。その少年に出会ったのは今から1年以上前だ。私は復讐に取りつかれ、彼と彼の友人たちにひどいことをしてしまった。何人もの不幸な者たちを作ってしまったのだ。そして私の罪の意識がそうさせたのか、単なる研究者としての心のせいか、彼が長い眠りについている間に私の研究していたデータを彼の中に隠させてもらった。もしかしたら彼なら、誰もの心をつなぐあの少年なら、その扉を開き不幸になった者たちを救えるかもしれない。全ては眠りから生まれる。そう、君さえもな。その少年の名は？彼の名は
ソラ、ソラ。リク、決めたのか？ああ、カイリ、俺、うん、まだ悲しんでる人がいる。みんなが待ってるから、俺につながる全てを取り戻しに行かなくちゃ。いってらっしゃい。